南阿蘇鉄道の高森駅に集まったのは、来月卒業する高森高校の3年生およそ20人です。いつも電車に乗ると面白いアナウンスが流れていたので、とても明るい気持ちになりました。今まで私たちを運んでくださりありがとうございました。卒業おめでとうございます。乾杯。卒業列車は通学で列車を利用していた地元の高校生たちに卒業前の思い出を作ってもらおうと、南阿蘇鉄道が毎年企画しています。生徒たちを乗せて走るのは今月12日に営業運転でのラストランを終えた車両です。これ誰だかわかる？もうめっちゃ大手飲料メーカーの CM の舞台となった三原市台駅では、出演者になりきって記念撮影です。列車の中では朝陽駅の駅舎でカフェを営む駅長が特別にスイーツをプレゼントしてくれました。去年7年3ヶ月ぶりに全線再開を果たした南阿蘇鉄道、全区間で運行するのは熊本地震以来およそ8年ぶりです。生徒たちは友人との特別な時間を過ごしながら、いつもの風景を目に焼き付けます。私毎日乗ってたんですけど、運転手の方がいってらっしゃいっていつも言ってくれてたので、すごい今日一日頑張ろうって思って学校に行くことができました。みんなと一緒に乗るの初めだったので、すごい楽しかったです。先ほど饅頭をいただいたニコニコ饅頭の皆さんです。今までの高校3年間での記憶は結構フラッシュバックもしてきて、いい思い出があったなっていうものを感じました。生徒たちの笑顔であふれた南阿蘇鉄道の卒業列車、阿蘇の景色の中を走る賑やかなひとときとなりました。